こんにちは、黒田和義です。今日はご視聴ありがとうございます。今日はですね、頭打ちっていうリズムパターン、8ビートの中には僕5台8ビートって使ってると思うんですけど、これと、頭打ちってやつ、これはもう本当に頭打ちはもうどこにでも使えるジョーカーだと思ってもらえばいいんですけど、どういうリズムかってよくやるのは、ここに書いてあるやつの、3番になるんですが、ミスチルさんの、シーソーゲームとか、椎名林檎さんの歌舞伎町の女王とかね、水谷非常によく使うと思います。愛子さんの、ボーイフレンドのこの B メロとかにも使うし、テンポが速ければトレイントレインなんかのサビにも使われます。意図的にはどういうことかというとですね、スネアがこう8ビートってこうドンパンドンパンでこう前に進んで書いていく感じがするのに対して、スネアが表拍に全部アクセントが来ちゃうから止まった感じ、あのジャニス・ジョプリンのあのムーブオーバーっていうのが最初これで始まるけど、このなんかこうトツトツとした感じ、こう進まない感じ、こうリズムが動き始めた感じがするから停滞した感じを出せる。そうすると愛子さんみたいに B メロによく挟むんですけど、 B メロに挟んだら A メロからリズムがドッタンドドタンってやってて、 B メロでこう止まっちゃってってやると、 C のとこにリズムが戻っただけでこう加速する感じが浮かぶので、こう3種類リズムがなくてもドッタンドドタン A メロ、サビもドッタンドドタンなんだけど B に挟むだけですごく色がこう広がるっていう風に作られてますね。なので、こういう使い方をします。で、足はどうなるのかっていうと、まあ定番は僕3番だと思ってるんですけど、結局足って別になくても なくてもいいし、1小節の頭だけ踏む。だからこれ僕よくこう初心者に教える時は、頭打ちのパターンを覚えようっていう時はもうで、これだけだと全部表なので、足だけちょっと進行させる。裏から表。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとだけ進ませようとする感じがある。で、それを、ワン、ツー。こうシンコペーションして、こっちに行く感じに、裏を入れて。これが定番です。なので裏は、全部入れてもいいし、でやってもいいし、あとな、ベースがドンツドンってやってるこのパターンの時は、これサザンのなんかの曲でこれを聞いた覚えがあって、あ、これも面白いなと思いました。あとは盛り上げるんだったらみたいな感じで足を8分音符にしちゃって、進行させていくっていうのがよく使うパターンですが、もう覚えてほしいのはもう3番か、できればまあ1番か3番、難しかったら1番やってもらって、できる人は3番で、3番とか裏打ちをこういろいろたくさん、裏を入れれば入れるほど進行する感じなので、まあ、停滞はしてるんだけど裏拍入れてこう押す感じにするってことですね。で、ポイントはですね、頭クラッシュした時ってスネア無理に叩けない。例えばこれタカ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 ってやった後にってこうやってやらなきゃいけないから、ここはもうタカタカなので、クラッシュした時はスネア省いちゃっていいです。だからドンタン、ここは普通の8ビートで、ここから頭打ちになってるって感覚になって、このフィルインの入れる練習はしておきましょう。なので、
イソビートに戻ったりね、フィルイン挟んでこういう練習をしてもらえると頭打ちで、頭打ちはどこに入れてもいいので停滞させる感じ、それともう一つはイントロとかサビで使うとスネアが多いんで盛り上がるんですよ。で特に最後の盛り上がったところ、盛り上がりきるときに6番なんか足使うとめっちゃ盛り上がるんで、エンディングなんかでも最後同じこと繰り返してると途中から頭打ちにしちゃうっていうのも一つの手ですね。頭打ちするとき盛り上げたかったらシンバルにしちゃう。っていうふうにしてあげれば盛り上げる、盛り上げるっていう意味もあるし、リズムを停滞させるっていう意味もあるんですよ。なのでどっちで使うかっていうのは自分のこう配置次第なので、どこでどういうふうに意図的に使うとものすごくスパイスになるので、この頭打ちというリズムをぜひ、自分の中に取り込んでおきましょう。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。